ツルフェス出演者紹介コーナー、イエーイ。どうもじゃない方のアツシです。よろしくお願いします。確かに、アツシからアツシ、大きいよ、大体大きいよ、ちょっと大先輩です。やばい、連れ去られた宇宙人みたいな。大先輩です。今日ちょっと、ちょっとうちのアツシがはい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 、まあ、いないので。何ですか、サボってるんですか。サボってるというよりはもう、はい、元ドン君が、はい、あの出張に来た感じです。いや、すごいレアなイベントに僕も見させていただいて。ちょまさかのね、はい、すごいな、すごいな、思ってましたよ。2人のイベントをやった後ですけども、はいはい、今回は、ツルフェスの出演者紹介ということで、はい、お、出れるんですね、はい、この方を紹介します。お、中なし、どうも。2回連続ですから空きすぎてんの。2回連続の言い方はなんかこう2年連続とかですけど、確かに、ね、でも去年ね、去年前回の時にこれ2019って書いてあるから、そうなんだ、これ歴史を感じますよ。ちょっとあのパリパリになってます。パリパリになってますよ、寝巻きにした期間。割とちょんちゃん来てくれてるって。いやだって5年ってオリンピックより空いてるから。確かに、オリンピックでも4年やから、スパンがね、だいぶ長いスパンですよ。まあまあ、でもちょっとその、はい、まあ、コロナのせいでね。ああ、確かに、ね、来ましたね。ありましたね、コロナね。今回もぜひ、はい、中野敦史先輩には、そうなんですよ、出ていただきたいなということで。フェス先輩でもありますか。そうなんです、フェス先輩。フェス先輩でもあるんですよ。だって、鶴フェスをやるっていう時に、はいはいはい、中野くんに相談したもんね。したね、みんなでね、うん、大阪来てくれって、僕が、はい、もう日本で一番うまいお好み焼き連れていくわって言って、はい、で、閉まってたっていう。持ってるわ。相手もなかったっていう。さすがそう、ね、なんかその辺のお好み焼き食べても、はい、大阪のお好みなんかどこでもうまいからな、謎の言い訳で終わるっていうね。いや、でもだからさ、毎年さ、はい、月魂をやってる。やってますよ、本当に。いや、本当に毎年ってエグくないですか。エグいよ、いもうやめたいの。あとで引けない。ずっとやめるチャンスを探してますから。なるほどね。今年うちはだから11年目で、9月の11年連続、はい、連続ですね。あ、高い、下がる。おお、下がってた。でやっと俺が低くなった。あ、高い高い高い。だからコロナの時は2年間は、はい、あの配信だけでやって、はいはいはい、でもコロナの時の、はい、あのなんかちょっと山の上っぽいところやったね、やったやつも、ね、すごい、あれ逆にすごい記憶にあって、いや、はいはい、あれは無観客なのにステージに100万かけるっていう謎の謎のなんかやっちゃえやっちゃえみたいな、みんななんか文化庁がくれるらしい、そうですね。補助金。やっちゃえやっちゃえ。補助金ね。大変なんですよ。めっちゃよかった。それこそあの時に、はい、なんかその、うん、音響やってくれてた PA さんが、はい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 、なんか後から聞いたら、うん、鶴すごい好きで、うんうんうん、でその後鶴の現場になんか来てくれたりとか。そう。もう使ってやってくださいよ、うちのカッキーを。ちなみに、いや、けど、ちなみにごめんなさい。いや、全然全然。ちなみになんですか、あの皆さん5年間空いてて、はい、あれだと思うんですけど、みんなちょっとほんまにこれだけはその一応フェスをやってる人間として、はいはい、ちゃんと事前にお伝えしたいんですけど、はい、物価上がってるからね。あとにかくそう、はい、全ての、毎年こういう感じ、全ての物価が上がってるんで、あ、だからもう本当にあの5年前と同じ感じでは多分もうすでに行ってはらないと思うんですけど、先輩やばい、それはちょっと本当に気をつけて、僕らも去年初めて の赤字を出しまして、いや、はい、もうニヤニヤしてますもんね、みんな。マジでこれが赤字かって言って、高槻魂も入場無料だもんね、はい、うちも入場無料でやってるんで、ね、も入場無料で、はい、めっちゃいいとこですもんね、けどね、フェスのあの公園 ね、しかも今年は 2days なんで、うん、あらー、そう、アホやな。先輩知ってる、何か知ってる。みんな、まだまだまだ、みんな落ちるんですよ。あるの？使わなかったの？ね、まあ、皆さんからお金をね、ちょっとずつ出していただいてやるんですけれども、はいはい、1年目、じゃあ 1日と2日で、2日になるから倍くださいとは言えないじゃないですか。はいはい、あれ？だから結果1日やるときと2日やるときと、あんまりその、協賛のお金がそんな変わらない、リアルな、そんな変わらないんですけど、こっちのかかる経費は倍とは言わないですけど 1.5 倍ぐらいはそれでだから、あれ同じ場所でやるからいけるか思ったけど、うん、あ、おっていうことに、ね、もう多分すでにきっとなられてると思うんですけど、だからもうちょっと早くそれで、あのカミング神戸の時にね、カミング神戸 2days やるってやった時に、もうみんなもこんなのいやまあ、だからそれを俺たちどう乗り越えるか、いやいや、お楽しみですよ、鶴の場合何でももう楽しく消化できると思う、赤字は楽しく消化できないよ、できないよ、なんかもうみんなきゃいけないんですよ、広く、あの、なん
仲間が助けてくれてるじゃないですか。そうね、ソウルメイトの皆さん、それ一番理想やと思いますよ。そうですね、広く浅くっていうのがやっぱり一番いいと思うな。そうですね、だから今の話を聞いた後に、うん、私たちクラウドファンディングっていうものをやっておりまして、はい、あ、大事ね。なるほど、すごい振りみたいになったね。すごく今一番響く、多分今一番お金をその必要としているというのは切実に伝わってます。一応クラファン第一弾は、はい、あの 100% 達成。すごいすごい、ありがとうございます、はい、また次第2弾がスタートするという、はい、それ大事です大事です。もうみんな後悔してると思います。もうその実行委員会のみんながな、誰だ2日やるって言い出したやつ。誰のせいです、ね、誰のこんなこと言い出したんだって。おい、その時の俺をビンタしてくれんかって感じに、ね、なりますからね。はい、まずグラカラファンの方も、ぜひツルツルの方、気になったら、はい、あの応援していただきたいなと。よろしくお願いします。ね、すごい話前後するけど、俺たちってなんで知り合ったんでしたっけ、うん、最初は、何やろ。いや、それこそ、あんまり仲良くもないんですけど。あ、現在現在怖い仲いいと信じてる、仲いいと信じてるよ。違う、誰、秋野くんだけなの。じゃあ割と仲いいの。最初はだから、それこそ僕が担ぎ魂立ち上げるときに、はい、鶴に出てほしくて。あ、そうだ。ほんでスムルースとかとは仲良かった。もともと一緒に僕がやってるスムルースの徳ちゃんとかは、はい、鶴のこと知ってて、はい、で紹介してよみたいなところから行って、ほんで僕、カミング神戸とか一緒に出てたから、そうだ、思いました。鶴のとこ行って、あの企画書ペって持ってって、出て言うて。え、その前に、はい、エリとかで対話してない？それはしてる。してるけど、まだ頭大きかった時ね。そうだね。そうだ、そうだ。そんなになんかこう、そこで近づきになるわけでもなかった。こっちからしたら先輩だし、はい、そうだ。その時は僕、中野敦史ソロで出てたんで、うんうん、そっか、はい。フィッツオールだ。いや、でかいエロイベントやって、みんなでやって、あの集合写真の前にあの、うん、この形の3人が消えてって、頭大きくなって戻ってくる。いや、魔法にかかる。魔法にかかる。あの時代。もういいけど。もういい。で、そうだ。で、その後、僕がダメ元で、あの神田くんを一緒にお芝居やろうやって言って、誘って。だからそれからじゃない、ほんまに神田くん。え、じゃあ、高槻魂に鶴が参加する前に、うん、俺は一緒に演劇をやってる。あ、いや、高槻魂が先かな。そっか、2年目かぐらいから、ね。俺すごい覚えてるのが、うん、カミング神戸で、たぶん、鶴が機材車に乗ってる時に、うん、中野くんが来て、行ったみたいな。すごい。で、うん、高槻魂出てやみたいな感じで来て、でも確かにその時の誘いは、合わなかったから断って、合わなかったね。そうなんだ。そう。で、次の年にやっと出させてもらったみたいな感じだった。11年やってて、多分、8回か9回目なんですよ。なるほど。ツーが出てもらってんのは。何回かタイミング合わなくて。はいはいはい。ほんとなんか、うちのめちゃくちゃ仲いい焼き鳥屋さんがいるんですけどね。うん、これ使えるかどうかわかんないですけど、はい、赤昌瓶っていうね、焼き鳥屋さんがいてて。で、高津田も出店してはるんですよ。はいはい、僕もズブズブなんですよ。はいはいはい、もう30年来の中ぐらいのズブズブなんですけど、スペアリブを焼いてはって、去年の高槻魂で。うん、なら、裏来て、あっちゃんって。これをどうしても鶴に食べてもらいたいんやと、うん、で鶴にスペアリブを渡す方法はないかって言われてすいませんって言って、一応ねそれもうみんなそれやりだしたらキリがないから、一応その僕が間に入るっていうのはできないんですよって言って、うんうん、けどこの後鶴そこであのサイン会やってるみたいなんで、そこ並んでスペアリブ持ってって、あのちょっとあっちゃんに、はいはいはい、って言ったら絶対受け取ってくれると思いますよって言って、うんうんうん、なるほどなって言ってそこに行きはったんで、並んでくれたんで、スペアリブ美味しかったわとか言って、うんうん、言ってもらえたんですけど、はいはいはい、僕これねほんまに、うん、あの2人に言うことじゃないんですけど、モヤモヤしてるのは、うん、僕スペアリブもらってないあれそんなこといいものいただいちゃった。そんなことあります？今度焼いていきますどんちゃんが焼いてくれるの？ああ、そっちの方が食べたいわ。そっちの方がレアやわ。ただ気持ちしないよね。うんうん、そうね、まあ、全然2人に言うことじゃないですけど、僕その時ちょっともやっとしたっていう気持ちをね、ちょっと2人に伝えて。さっきね、あの2分ぐらいで終わるって言ってたんですよ。めちゃくちゃ喋ってたから。これやりるのってだね。やりましょう。そうだ、ツール別に関係ないもん。全然関係ない。食べ物もいっぱい出るんでしょうけど、ツール。あ、出ますか。はい。地元のやつとか。いいですね。はい、出ます。もう楽しみです。もう出演者もたくさん出る。はい。中野敦史先輩は、はい、初日です。はい。
ポップとステージ。そうです。はい。もう、やっていただきますんで。ギャンギャンやろうと思いますんで。うちのメンバー、すねるかもしれないから、まだ僕が出ることをメンバーには言ってない。おー。これ動画で知るかもしれない。知る可能性あります。でもね、この間ね、はい、あの、りょうさんと、うん、作名そう、あったの。で、うん、あの、X ですか、うん、X に、はい、次に会うのは鶴ヶ島かもって、うん、ちょろっと書いてて。おのめかしておきました。ちょっと漏洩してるなと思って。発表前ちょっと漏洩してるなって、はい。このぐらいならまあいいかっていう。ね、そのファールライン、ね。まあ、でもファールライン。ギリギリのね。三笘ぐらいの。ギリギリの。線の上だったら。中野の1ミリで。はい、中野の1ミリ。はみ出してました。出てた。出てた。あ、出てたのか。あ、ファールやったのか。何やったのね、それ書くかどうか。ただただもう中野くんが出てくれると思ってますから、ね、楽しみですよ、はい、大丈夫です、はいはい、なので当日、はいはい、よろしくお願いします、はい、一生懸命頑張ります中学生みたいな、はいはい、出演者紹介中野篤大先輩でしたよろしくお願いします